Congratulations, Lara Croft. 20 years of an icon. 私にとってのLara とトゥームレーダーということなんですけれども、アイドスと一緒になったときですね、2009年になりますけれども、いよいよ私もトゥームレーダーのチームの一員になれるということは非常に嬉しくて、感慨深かった記憶があります。やっぱりトゥームレーダーというと、ララのかっこよさですよね。僕はレジェンドが大好きで、特に東京のステージですけれども、東京のステージでボス戦、あのじいさんにですね、何遍もやられまくって倒せなかったのが非常にいい思い出です。で、ララもすごくかっこよくてですね、まさに冒険活躍、非常に印象深いゲームでした。で、前作で、トゥームレーダーリブートして、そして去年、ライズ・オブ・ザ・トゥームレーダーを発売しました。そして今年いよいよ20周年ということなわけですけれども、まあ、トゥームレーダーですね、これからも、どんどん進化して、新しいトゥームレーダーをですね、遊んでいっていただけるというふうに信じておりますので、ぜひこれからも、ララとトゥームレーダーをよろしくお願いします。以上です。